昨日の公演が最高でしたって。ありがとうございます。楽しかったですね。明日も公演はあります。まあ、ここからは歯医者のお話になるんですけれども、歯医者の私の歯医者事情を知ってる方どれぐらいいる？この中に。知らなかったら話しても多分わからないと思うんだよな。まあいっか、知らなくてもわかりやすく話せばいいのか。私前回まあ私ずっと矯正してて、矯正はまあもうほぼほぼ終えて、マウスピースをつけたりとかしてる状態なんですけど、前回久しぶりに、本当に久しぶりに仕事とかまあいろいろあって、久しぶり半年以上ぶりぐらい空いちゃって、本当は1ヶ月に1回歯医者に行かなきゃいけなかったんだけど、半年ぶりぐらいに行ったのね。そしたら虫歯ができてて、これは超難関ポイント。そう、虫歯ができてたの。しかもなんか私的にはあれ、歯に穴が開いてるぞって思ったのね。でそれで歯医者さんに行ったら、欠けてますねって言われて、いやこれは虫歯ですねって言われたの。まずそこで思わせぶりされたのね。1回目は欠けてますって言われて、あ、虫歯じゃないんで欠けてるだけか、よかったって思ったの。まあよかったもおかしいんだけど、よかったって思ったら、いやこれ虫歯だね、なんかガリガリガリってしたら虫歯ですって言われて虫歯かいってなったよ。そしたらなんか、あれちょっと待ってねみたいな、こっち側もちょっと虫歯っぽいって言われたので、結論から言うと虫歯が2個あったんですよ。そうで、あらあらって、これはでもちょっと大きいから、もうだって自分でも分かるぐらいの穴の大きさだったからね、こっちとこっちが、下の歯、両方下の歯なんだけど、自分でも分かるぐらいのでかさだったから、これはやばいわと思って、でまあこれは多分かぶせ物っていうか、こう虫歯、銀歯になると思うって言われて、で両方とも銀歯になっちゃうから、でも銀歯はなんか保険が効くのね。でもなんか銀歯、それが嫌な方はセラミックでなんか白のやつをするんだけど、それは保険が適用されないから超高額なの。そうそうそう、で前回はそのお話までしたんですよ。でその白いやつ、まあもう泣く泣く、やっぱまあ芸能人でお仕事もしてるし、そうもうそれにしたの、もう泣く泣く白いやつでお願いしたのね。でもそれがもう何本だったっけ、2個でね、これはもうみんなもう本当は覚えてた方がいい、みんなのためにも、みんなと人生を失敗しないためにも、あの虫歯に行った方が、虫歯にならないように歯医者さんに行こうっていう気持ちになってほしいから、そうそうそう、おいくら万円って言ったんだけど、セラミックがもう一つの歯がセラミックで5万5千円だったのね。それは5万円プラス消費税で5万5千円で、まあ、下の歯その2個あるから11万かかりますって言われて、もうそれはもう激甚よ、えーってなって、もうふざけんなって なったけど、ああでも自分が、ああ自分が、まあ、歯医者さん行かなかったが悪いなと思って、人生で一つだけ後悔した。でそれも勉強だなって思ったし、別に腹立たない、自分が悪いから、もうピエン超えてパオンのプオンって感じです。もう超えた、そんなのとっくに。それでまあまあこれも人生の勉強だと思って、そう
してとこまで行ったんですよ。でもそれも契約してそう、私はなんかあの最近で言うとなんかもうずっと引っ越ししよう引っ越ししようって思ってたから、まあそれを先延ばしにするか、うん、自分の中でまあこういろいろ組み合わせて決めようって思ってたのね。だからまあそういうのもいろいろ考えた上で、まあ何か自分のものなんかを我慢しようって思って、そう頑張ろうって決めたんですよ。そこはまだ一回くじけそうになったけど持ち直したわけよ。で今日ね、今日じゃない、でこの前その後、まあじゃあ次虫歯の治療します、その予定を決めたの。そしたらその日がなんかちょうど予防接種の日とかぶってて、そう予防接種の日とかぶってて、んでなんか麻酔と予防接種はダメだみたいなのがあって、今思えば予防接種の方を後にすればよかったってマジで思ってる。もうこれは本当にもうマジで怒っちゃって自分の中ではね。でも別になんか予防接種をさこう順番を逆にしてたら何もちょっともうこれからの問題は起きなかったかもしれないんだけど、予防接種をまあその時はまあやっぱスケジュールとして予定にあったから、もう歯医者もあったんだよもちろん。だけどまあ、うん、予防接種というのがあったからどっちを優先したんですよ。はい、そしたらそのまあ私はその後四国ツアーもあったし、1週間10日ぐらいかな、それから経ってしまったのね次が。でどんどん私は20歳で若いからどんどん虫歯が進行してって、高知で美味しいものを食べた時もあれちょっと歯が痛いっていう日が続きました。そう、ああちょっと痛んできたなっていう感じになったので、今日まあやっとね歯医者さんに行きました、念願の歯医者に。ああやっとこの痛みと解放されるって思って、でも一本ずつしか治せないから今日はこっちの歯をするねって言われてたのね。でなんか初めに歯の調子を見るときに先生に言ったの、なんか歯が痛いってなんか前まで言ってなかった、歯別に痛くない、そこまで痛くないって言ったんだけど、ちょっと痛くなってきたか、なんか穴が大きくなった気がする、痛いって言ったの、ちゃんとちょっと見てみるねって言って見たら、うん、でかくなってるって言われたのもう何も包み隠さずでかくなってるって言われて、ちょっとなんかこれはちょっと歯の調子ちょっと見ながら進めていくんだけど、本当はこっちの歯からしようと思ってない、こっちの方がやばいからこっちからするって言われて、そうって言われたんですよ。でも歯の時代は私には分かんないから、そんなどんなもんなのか。虫歯ができたことは昔ちっちゃい時小学生とかの時に上の歯のなんか歯と歯と歯、歯と歯の歯のここのこことここにできたことがあって、今それが、ね、上に現場あるんですよ。だからなんか歯と歯と歯と歯の間だからなんかこう繋がってるように見える。でも上の歯だったし、その時は全然芸能人とかじゃなかったから現場で全然現場でいいですみたいな、いくらでも現場でって感じだったんだけど、見えないし何でもよかった、本当に何でもいいですって感じだったから、むしろなんならうわ初めての銀歯みたいな、ほんまにバカだったからさ何も考えてなかったわけ。そう、むしろなんか本当に虫歯できなかったからずっと
うわ自分でも虫歯できるんだと思って、うわ初めてって感じで、ちょっとウキウキした気持ちもあった、その時はね。でもなんかこの年になって久しぶりに虫歯を経験して、しかもこの10日とかでめちゃくちゃまあ進行したわけよ。だから若いとなおさら進行が早いらしくて、そうで、もうなんか歯を一回その削ったわけね、その虫歯の部分削っていくじゃんか。そしたらなんかこれ結構大きいから、多分神経を抜くかもうどっちか MTA 選択してくださいって言われて、なんだその MTA はって、私のイニシャルやんって思いながら話を聞いてたんですよ。何だっけな、その MTA のよく分かってないんだよ結果。そう、まあいろいろあるらしくて、 MTA は何なんだこれは、あこの治療はこの治療は神経と MTA セメントの間に破室ができてくることで治癒していきます。破室って何やろ。破室ができるまでに時間がかかるため、最終のかぶせ物を入れるまでに待機期間が必要となることも、治療精度は 100% ではないみたいな。だから 100% これをすることでこうなりますよっていうのは保証できないけどって、先生がめっちゃ細かくね、まあ、最近仲良くなったんよその人と、めちゃくちゃ細かく説明してくれたのね。と思って、でも私は本当わかんないから何を言ってるんだぐらいの、神経ってそもそも必要なのかって思うぐらい本当にわかんないから、どうするって、でもこれは今決めてもらわなきゃいけないって言われたから、いやもうどっちでもいいんだよねって言ってしまったの。本当どっちでもよかったから、どっちでもいいの一番困るって言われて、そうね、でじゃあ質問ですって感じで、逆に先生が今私の立場だったらどうするって言ったん。そしたら絶対神経は大事だからこの MTA の方がいいよって、でこのなんか神経をどうかするにしても、まあ、抜いた後にこうしてこうしてこうしてっていう段階があって、この MTA のやるにしてもこうしてこうしてこうする段階がある、だからつまりこれお金がかかりますって言われたので、また何だったっけ、でそれがまた5万5千円って言われて、もう5万5千円嫌いって思ったのね。でも感覚はさ、もう歯医者さんってやっぱ歯ってすごい大事なもんだからさ、金額が大きいじゃん、もう感覚が無理してくるわけよ。あまた5万5千円かって思ってしまって、もう意味が分かんないと思って、でもさよく考えたらこっちはまだ見てないわけじゃん、だからさこっちの歯がまた行った時の大きくなりました5万5千円って言われたら、もうなんかもう大変じゃん、そんなもん。そうだよ、もう今からよく考えたらもう本当になんかもう悲しくなってきて、そうで、そんなすぐにさ歯医者さんもさ行けないしさ、忙しいしさ、これを分かっていてこの数日間過ごさなきゃいけないっていうこの罪悪感もあるからもうって感じなんだけど、しかもなんか帰りに雨が降ってきたからね、傘を買おうとしたらそれもなんか550円みたいな、ふざけんなってなった、マジ大嫌い、マジ嫌いと思ったけど、やっぱ寝ちゃうからあそこはもう550円かって思って買いました。でもなんか神様の試練なんだなって思ったから、うん、だから帰りのもう今日はもうお仕事があったからね、あのタクシー乗って帰ったんですよ。そう、交通機関に乗らずにいつも歩いたりとかしていくんだけど、雨も降ってたし急がなきゃいけなかったからタクシー乗ったんでね、だから帰りのバスの運転手さんと歯についてお話しながら帰ってきたら、なんか最後お大事にって言われたの。
だからもうそれで心がポッてして、もうどうでもよくなったっていうお話でした。神経やっぱそうなんだね。わかんないが神経抜いたことないからね。そうそう、熱弁されたからさ、その神経は取らない方がいいよって。絶対神経だってこの神経に血がこう通わないんだよって言われて、いつポキッと折れちゃうか分かんないんだよって。そしたらまた歯を入れるとかもお金がかかってくるし、絶対将来的なことも考えたら歯の気持ちになった時にもみたいな、なんか手間も時間もお金もかかるよって言われたから、じゃあそれでって決めて契約しました。もう片方はすぐ行けそうなの。まあ一応そうだね、何でしょう、ツアーとか終わってから行こうっていうのは予約 したんだけど、まあでも1週間ぐらいまだ多分あるから。怖い、これが分かってて過ごすのが怖い。私毎日歯磨きそう、毎日歯磨きさ5分から10分ぐらいずっとしてるのにさ、悲しいと思って。だから歯医者さんに言ったの、いい歯ブラシ買って帰りますって。でも今日紹介されなかったんだよな。うん、あとね、虫歯ってあるらしいよ。なんかあのなんだろう、生まれてから3歳ぐらいまではそういう菌を入れない方が、入れない方がっていうか、入れたらすごいその歯医者じゃない、虫歯になりやすいから、うん、そう、なんか親がさ赤ちゃんとかに同じ箸とかで食べさせたりとかするじゃん。親がもし虫歯とかなったことがあったりとか、虫歯菌が思ってる人だったらそれがそれ子供に移っちゃうからダメみたいなって言ってた。だから自分がもし子供がな、ね、いつかできたら絶対もう8歳ぐらいまでは絶対に同じお箸で食べさせないって思ってる。一日なんか、でもお仕事の時も歯ブラシ持ち歩いてってご飯食べたら磨いてってしてるんですよ。しかも私矯正してるから、なおさらその何念入りに磨いてくださいって言われてたから、そうだから多分歯的になりやすいって言われた。なりやすい歯なんだろうねって。なんか歯をね削った時ね、歯削ったらもうこんな大きな穴が開いたんだけどさ、歯を削った時にもうポロってすぐもうちょっと振動与えたらもうポロって取れちゃったんだって。だからなんか豆腐みたいだねって言われた。全然嬉しくなかった。こんなの褒めてないって言われた褒めてないよって言われたんだけど、そうついつい笑っちゃって豆腐って言われた。嬉しくないって。そう、なんかまたもう一回、しかもね治療したんだよ。なんかもう初め麻酔をね、麻酔って言われて、私全然注射とか大丈夫だからさ、そのいろんなこの何こういうてかてかにブスブスブスってこう注射するわけよ。全然そういうのは我慢できるの、痛みに強いし我慢できる子だからね、いいんだけど、今日はその麻酔をしてもらった時にもう結構出て、もう普通にしてもちょっと痛いなぐらいだったじゃん。だから
この振動っていうか風が当たった時とか結構痛かったの。だからあーちょっと今回痛いな、これ我慢できるかなって思ったの。でも自分の中でそんな自分は痛みに強い子だから我慢できちゃうのね。で痛かったら言ってねって言われるけど、どれぐらいがその痛みなのっていう、いつもその問題に的中するから言ったの。え、これってこれより痛くなりますかって言ったら、うん、痛くなる、まだこれからだからって言われて、あ、そうなんだと思って、たら今痛み感じるって言われて、うん、そうちょっとねって言ったら、麻酔をね注入されたんですよ、さらに。でもそれでも全然あんまり変わんなくて、この歯の削ったこの中が痛いって言ったの。じゃあ中が痛いのかって、でもう一回注射をされたのだから3回ぐらい注射されたんだけど、3回っていうか、まあ麻酔バシバシバシって刺して、それをテイク3したってこと。3して、でもうもうなんかもう私はもう歯医者の時はいつも音楽聴くって決めてるから、あの歯医者とかで普通にルンルンランラン流れてる歌、なんかメロディーみたいな感じで流れてるオルゴールみたいな歌はあんまり意味がないから、そう意味がないから、もう自分のもうガン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 鳴って、もう自分の中では気持ち的にはルンルンさせるのね。でなかったら痛みとかがこうその音とかでさ考えたくないから、そうそう。でもこう横になってたら足がブランブランになって、スリッパがこうずっとこうなってるのも分かる。なんか多分自分が何なんだろう、力が入ってるからなのか、足がめっちゃ痙攣みたいなブル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 して、それが自分でも分かるの。でもそれをバレたくないから、歯医者さんにバレたくないから、もうそれを必死に足に力入れてたらどんどんブル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 してて、気づいたら寝てた自分でも分かんないんだけど寝てた。痛いはずなのに寝てたんですよ、気づいたら。でなんか終わりましたよって声でバッてなって、え寝てたって言ったら、え寝てたのって、そんな人いるのって言われて、すごいねって言われた。でもちゃんと痛みは感じたよって思って、うん、眠たいのがかかったのかもしれないし、普通に、うん、普通に寝てた。そう考えたらあんまり痛くなかったのかなと思って、うん、思いました。だから今もう今若干麻酔がちょっと取れてきたぐらいかな、やっぱちょっと痛むんですよ。だからこのもらいました、カプサイシンみたいな、違うな、ボルタレンだった、ボルタレンのくすみをもらった。でなんか言われたのは、熱いものと冷たいものはあんま食べないねって言われたんだけど、ぬるいものを食べてって言われたんだけど、ぬるいものなんか世の中にあると思って、どれくらいのものだったらいいのって、どれくらいが冷たいのって言ったら、なんかね、冷蔵庫からすぐに出した水の冷たさはダメって言われた。だから無理じゃんってなりました。でも世の中もう温かいものか冷たいものしかないやんでしょ、普通に無理じゃねって思いました。どうする、その常温の食べ物を教えてほしい、逆に。そうなんだよ、だってアイスも冷たいしラーメンあったかいし、全部大体熱いよね。パンか、しかも右側で噛んでくださいって言われた。うん、なんてこった、マジでみんな歯医者は行った方がいい。
で、その運転手のおじさんは次予約1月って言ってた。定期検診なんだって、歯医者さん次行くの1月だって言ってた。うん、まあなんか詳しい、あのタクシーレポはまたあげる、メールに、メールで送るわ、どんな会話したって。可愛かったよ今日のおじさん、いい人だった。うん、でもそのおじさん曰く、やっぱ神経を簡単に抜いてしまえっていう人は良くないからって言ってました。だからじゃあいい、私は止められたから神経抜くのは良くないよってちゃんと言われたから、じゃあいい歯医者さんですねっていう話をしました。歯の値段教えてくれてありがとう、みんなのためになりますように。うん、まあだからこれも人生経験だし、これも神様の試練だと思って、はい、そう、こんなので、こんな歯医者でお金を取られるなら、もう自分の欲しいものを買った方がいいんじゃないかと思ったけど、自分の欲しいものを買って歯医者さんでもそうなったらね、もう大変だよねって思ったら、あ、欲しいもの我慢してよかったと思った。最近本当にもうずっと使ってる、 STU になってから使ってる、なってからもう何年も使ってる財布をね、そろそろ新しいのに買い替えようかなって思ってて、そうずっと考えてたんですよ。でも財布はいいの使った方がいいって言うじゃん。でもずっと迷ってて、そう、でもやめてよかったって思った。もうちょっと、うん、またいっぱい頑張って、今は我慢して、何かを頑張って成し遂げた時のご褒美として買おうって思いました、今日の学び。うん、って感じです。うん、終わり。以上です。ちょっと6時過ぎちゃったんだけど、配信見てくれてありがとうございました。昨日とか、昨日もライブで、昨日おとつい多分配信ができてなかったので、まひちゃん今日も配信しないと待ってくれてた方もいると思うので、お待たせしました。配信見てくれてありがとう。明日も公演なので、はい、頑張ります。12月になったら、あの、落ち着くかなって。私11月だけ忙しいと思ったんだけど、12月も普通に忙しくて、毎日何かあるみたいな、充実してますすごく。でもこんなに、あの、年もう1年もうすぐ終わるけど、これを乗り越えたらいい年越しが待ってる気がするし、なんか、あ、2021年も頑張ったなって思うような残り1ヶ月を過ごしたいと思う。今日
今日でもう11月終わりだから、11月もありがとうございました。メールもね取ってくださってる方ありがとう。また明日からも読んでもらえたらなって思います。12月もよろしくね。仕事頑張れ。もう絶賛もう最近の出来事といえばもう絶賛ゴルフに大ハマりで、時間があればゴルフしてます。ちょっとマジで上手くなりたいっていう気持ちが、忙しいのに時間を見つけてゴルフしてるから、うん、寝る時間と同じぐらい今ちょっと気づいたら、あの自分の何フォームを見てる、動画見て、うん、楽しいね、息抜きになってます。いい、ジムはまあでも今は結構週1とか行けて週2って感じ、結構はい、なんか全部なんか両立するのって難しいけど、今は割となんていうんだろう、気負いせずっていうか難しく考えすぎずにいい感じの距離感でっていうかこなせてる気がする。あんまり気持ち的に結構体力的には結構まあ何か毎日あるから疲れとかはあるけど、普通に家で寝て回復してみたいな、息抜きもできてみたいな、空いた時間にマッサージも行ってみたいな、いい時間のなんか無駄な時間を過ごしてない感じがする、すごい。うん、みんなも毎日何があったとか最近これがこうだったとかぜひ教えてくれたらなと思います。また動画も上げようと思ってるので、ゴルフの、うん、上手くなりたい。お楽しみに、お楽しみ次回予告みたいだった。はい、それでは今日の配信はこの辺で終わりたいと思います。30分以上配信した。じゃあランキング読みますね。13位はあつしさん、12位はすさん、11位はあわの銀ちゃん、10位はあかちゃん、9位はなずわんさん、8位はなみさん、7位はユナイテッドさん、6位は TMFM さん、5位は青木地、4位はじゅんさん、3位は渡辺さん、2位はつのさん、そして本日の第1位は第1位はフラペチーノです。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は事務所から配信だったのでちょっと声をね下げて声のボリュームを下げて配信しました。つのさん、昨日声ありがとう。でも公演があるのに頑張るね。ツアーもね来てくださってた方はたくさん、なんかツアーからの僕を来てくれてた方もいたな、ありがとうございます。でもやっぱり嬉しい、なんかうん、やっぱりファンの方が来てくれるといつものなんだろうね、見つけた時の嬉しさっていうか、もっと頑張ろうって思う。なんか100だったのが 120% みたいな気持ち的にもすごく嬉しいです。いっぱいね12月も公演いっぱいあるんですけど、ぜひ来てくださったら嬉しいです。うちわも嬉しいし、サイリウムも嬉しい、
ギフトもありがとうございます。それでは配信終わります。またね、バイバーイ。須田君も聞いてね、ラジオ。